森保監督の采配、4コマ漫画でおちょくられる。森保続投は森田絶望だろうな。ノープランで今度は北朝鮮とやるのか。森田という方の選手の表情見た感じだと、堂安以外は絶望してるかも。確かに、代表の YouTube 見たけど、試合後負けてから森保が熱く語ってたけど全員顔死んでたな。アフリカでワールドカップに飢えてる国は、森保はじめにオファー出してくれないかな。負けた後に死んだ顔してることはおかしなことか？森保が熱く語ってるのを選手が冷めてる感じにも見えるんだよ。コーチでそこを補おうってのが2期のスタートだったのに、今更戦術面で文句言われるボイチ。森保って自分から辞める気はないのかな？もう5年やってこの様じゃどうしようもないだろ。ない、かなりの野心家だね。そこそこ結果が出てたら選手たちが、自分たちのサッカーやりたいって言い出して、負けたら決まり事が足りないとか言い出す。すごいな、あのアジアカップ全試合見てもまだ森保擁護がいるのか。森保も七海もいらないけど、フリーの日本人で誰が監督なるか問題。普段は淡々とやる森田が周りにめっちゃ指示出してた試合だった。本人も積もり積もって確信を持って発言したんだろう。森保はハーフタイムでの修正はできるけど、後半負けてる状態での試合中の修正はできない、できないどころかまともな指示出さない。修正はできないけどあらかじめ計画した奇襲を仕掛けることはできるだけじゃないのか。森保の意図って何？勝ち負けよりもスポンサー様の意向。ボイチが一番良くない癖が、あのフリーズする癖だよな。負けてるとフリーズするもんな。